はじめましての方もご常連の皆様、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。令和6年1月11日のこの鏡開きの日に、国家戦略特区ワーキンググループの座長代理でありました原英史さん、毎日新聞の記事で名誉を傷つけられたということで訴えてやるとやっていたこの裁判、最高裁において原英史さんの勝利が確定しました。国家戦略特区に関係した学校法人から原英史さんが利益供与を受けていたんじゃないかという、そう読者に誤解されるような記事の作り方になっていて、毎日新聞が印象操作を目論んだ記事じゃないかと見られておりました。しかし最高裁判決を受けました時事通信によりますと、裏付け取材をした証拠はなく、真実と信じる相当の理由はないという、つまり毎日新聞の記事というのはこたつ記事どころか妄想を下敷きにした捏造作文で、その記事を売ってお金儲けをしながら、ついでにというかどっちが目的か分かんないですけど、原英史さんの名誉を貶めよう、陥れようとしていた、これが最高裁で確定したということです。今マスコミの没落の快進撃がというか没落が叫ばれていますが、一方でいやマスコミってそもそもその程度だったよという、ただ実力が可視化されただけだよという意見もあります。昔からポンとコツポンとコツだったという話です。噛み砕いて考えると、あ、やっぱりそうだったんですかという姿が浮かび上がってきます。街角の商売でも商売の上手下手というのがあります。もちろんマスコミの中の人を全員ポンコツだというつもりはありません。しかしマスコミ業界の中の人のポンコツの含有率の高さというのが、商売の面で見たときに紙の新聞紙の部数減、これが一切回復しないこと、民放キー局にしてもテレビ事業の赤字が確認されるなど、商売で見たときにいろいろなそのポンコツ度合いの辻褄が合ってしまいそうになるんです。マスコミ業界の中でも際立つのが新聞業界で、その分かりやすい象徴としてのいわばアイコンとしてくっきりはっきりバッチリと浮かび上がってくるのが東京新聞の望月磯子記者らしき人物です。それをダウンタウンの松本人志さんの騒動にうっかり見つけちゃったんです。週刊文春の文春法に始まりました漫才コンビダウンタウンの松本人志さん、どうやら法廷闘争の方に入るようです。昨年末文春法が炸裂した直後、東京新聞の望月磯子記者らしき人物は林芳正官房長官らしき人物の定例会見にのこのこのこと出かけていって超高絶、まあ演説をぶっておりました。その時の様子を12月27日の産経新聞は次の見出しで伝えております。東京望月記者、林長官に持論展開、芸能を監督する官庁がないからセクハラ横行、松本人志さん報道も言及。これ簡単にまとめますと、政府に芸能界だとかテレビとかを監督しろ、監視しろと、そういう機関を作れというような主張をしておりました。松本人志さんの事例を文春法をそのまま信じるのであれば、今時ならば不同意性交といったところでしょうか。だからか不同意性交の適用を求める声、ニュースやワイドショーに数多く確認しております。1月11日の名古屋 CBC が制作し、全国的には TBS が配信しております昼下がりのワイドショー午後スマでは、コメンテーターはもちろんながら専門家としてリモート出演していた弁護士、法律官までが不同意性交で告発をというようなお話をされておりました。不同意性交というのは昨年施行された法律なんです。昨年できた法律を文春法によりますと8年前の出来事に対して適用するというのは法の不遡及として、法治国家では絶対にやってはならないことなんです。名古屋 CBC 午後スマでは法治国家では絶対にやってはならない法の不遡及の不同意性交で処罰しろのようなことを求めて、そして東京新聞望月磯子記者らしき人物は政府に監視しろ、政府が監視しろと、それはお願いではなくもはやおねだりをしているんです。白がこう言ってます。甘えんなよ。
ポンコツがいささか言い過ぎならば、マスゴミの皆さんはみんな甘えんぼ、甘えんぼということになってしまいます。望月磯子さんが所属します東京新聞というのは中日新聞東京本社という設定になっています。その中日新聞が1月9日付で松本人志さんについて次の見出しの記事を配信しておりました。松本人志さんワイドナショー出演宣言が波紋、事実無根なら記者会見で説明をの声も。昨年3月末まで松本人志さんがメインコメンテーターを務めておりましたフジテレビのワイドナショーに出演するよという宣言を受けてのネットの声を紹介したこたつ記事です。せっかくなんで中日新聞が多分今の時期ならばおこたに入りながら集めたネットの声をその作文より紹介しようと思います。多くのファンから出演を心待ちにする声もある一方で、事実無根ならワイドナショーではなく記者会見で説明して、完全ホームで好きに言えて調整できるワイドナショー、ワイドナなんてイエスマンしかいないといった自身にとってつながりが深い番組ではなく違う場所での説明を聞きたいと望む声も多く見られた。多くのファンが望む一方を、こうした声もネットで多く見られたというどっちも多いながらも、見出しに取ったのは記者会見の方です。フジテレビワイドナショーへの出演そのものは当初はね、ワイドナショーでね視聴率稼ごうかな、出ますって言ってたのが、総合的な判断によって出演は取りやめとなりました。そのフジテレビが総合的に判断したというスポニチアネックスの記事を引用して、中日新聞東京本社勤務の望月磯子記者らしき人物が長いツイートをしていたんで、その冒頭の部分だけちょっとだけ紹介しておきます。これだけの性加害疑惑が報道されている中で、記者会見の予定もなくフルスのフジテレビの番組に松本人志氏が出演し挨拶することをフジテレビが一度許可していたことがそもそも異常を。ここでも出てくるポイントは記者会見です。ここから時刻表を使った謎解きでおなじみだった西村京太郎サスペンス並みに、時系列からの重箱の隅をつついてみようかなと思います。彼女がスポニチアネックスの記事を引用してツイートしたのは令和6年1月10日のことでした。実は�彼女、その前日の1月9日、書き換えられているんですが、最初の一報目というのがお昼の午後0時06分、なんと記者会見を強く求めるツイートをしていたんです。ワイドナショー出演においての賛否はどちらも多かったのに、記者会見の方を見出しに取っていた中日新聞の記事は1月9日の11時15分発信のものでした。同じ1月9日、偶然でしょうか。時系列を確認しておくと、中日新聞、より正確には中日スポーツの方が望月磯子記者らしき人物より1時間先にネット配信をしております。ただ中日新聞、中日スポーツに1時間遅れました彼女のツイートには、彼女がキャスターらしきものを務めております迷惑系 YouTube 番組、YouTube 番組アークタイムズの方で解説してますよという案内が載っているんです。それではと当該番組をトコトコトコと見に行ってみました。するとその番組は1月8日の夜に生配信とばかりライブ配信されていたようです。私はアーカイブ版での確認だったんですが、番組配信から49分後あたりで、やはり彼女は記者会見を開くように求めていたんです。それは中日新聞、中日スポーツのこたつ記事が出る前の夜の話です。すると中日新聞の記者らしき人物が、あ、望月パイセンなんか喋ってる、よしこれでこたつ記事作って楽しようとばかりに、中日新聞東京本社のお仲間のご意向を忖度して、よし見出しは記者会見にしておこうと、こんな舞台裏を推測するのは決して突飛な話じゃないと考えるんです。もちろん中日新聞の記者らしき人物が、まあしょうがねえなとこたつに入りながらネットサーフィンをして声を拾った可能性はありますよ。ただ私が確認した SNS 空間で記者会見を求めていたのは、元朝日新聞の佐藤明さんなどのいわゆるアベガーの皆さんでした。
佐藤明さんと言いますと、ひとつき万冊という別名もありまして、あのジャニーズ事務所の記者会見、特に2回目の方において NG リストに名前があった NG6 のお一人です。いわばお仲間です。仮に週刊新聞の中の人がネット上のお仲間の声を集めて、それをまとめて作文したんであれば、それは学級新聞どころか授業中に友達同士で回し読む小さく折りたためられた手紙のような、そんなような話になっちゃいます。いつまで思春期をこじらせてるんですかって話なんです。よってポンコツでなければ甘えん坊、それを永遠の思春期と呼ぶこともできなくもないんですが、ネットスラング的に言うと中二病というものに限りなく近いかと思われます。思春期までの子供と大人の大きな特徴というのは、非我、彼と我の違いがあんまりついていないところにあります。具体的な一例を挙げます。子供というのは何か欲しいものを親保護者にねだるときに、みんな持ってる、クラスのみんな持っているというあれです。先ほどの中日新聞の記事ではワイドナショーへの出演の賛否について、記事の本文ではどちらも多かったのに、見出しに取ったのは記者会見の方です。それでは再びここで中日新聞がクラスの中でもとりわけ仲の良い、一緒にお手でつないでおトイレ行こうとかっていうような、その仲の良さ、うっかりそんな人の声ばっかり集めたんじゃないかなというところ、先ほども紹介しましたが、もう一回紹介しておきます。多くのファンから出演を心待ちにする声もある一方で、事実無根ならワイドナショーではなく記者会見で説明して、完全ホームで好きに言えて調整できるワイドナショー、ワイドなんてイエスマンしかいないといった、自身にとってつながりが深い番組ではなく違う場所での説明を聞きたいと望む声も多く見られた。繰り返しになりますが、思春期までの子供というのは非我の彼と我との区別をつけるのが苦手です。だから自分の願望を相手が言っていたと言い換えることも多く、それはクラスのみんながというロジックにつながるんです。それでは記事より一部主語を入れ替えてみます。完全ホームで好きに言えて調整できるワイドナショーではなく記者会見、完全ホームで好きに言えて調整できる切り取りもできちゃう記者会見。旧ジャニーズ事務所の2回開かれた記者会見で、テレビ画面を通じてネットを通じて多くの人が知ることになったのが、望月磯子さんら NG6 だけではなく、記者の皆さんの記者会見における手口やり口です。相手の回答はまるっと無視して決め打ちで吊るし上げ、リンチショーです。白がこう言ってます。キャー、記者会見を必要に求め、記者会見の場で一方的な吊るし上げをすることでおなじみとなりました東京新聞の望月磯子記者らしき人物、週刊文春の直撃取材をご自身が受けた時にはギャーッと叫んで、中日新聞東京本社の中に逃げ帰ったそうです。また今から6年前になりますが、彼女の講演会に産経新聞が取材を申し込みますと、産経新聞の取材は断ってるんです。拒否っているんです。逃げたんです。自分を甘やかしてる環境で仲間を集めていじめの対象を見つけて吊るし上げですか。そうなってきますと、東京新聞の記者らしき人物が林芳正官房長官らしき人物に芸能を政府が監視しろと求めた、いやおねだりした理由というのが浮かび上がってくるんです。それはこういうことです。いけないんだ、いけないんだ、先生に言ってやろう、ガキか。ところが、先生に言いつけても言うこと聞いてくんないから、よし、記事を捏造して、原英史を貶めてやる、なんてね。これらはいずれも仮説です。仮説。ただ、思春期をこじらせまくったまま、そのまんま年齢だけ重ねていった中の一定数というのが、次に始めるのが、自分探しです。この仮説が正しいとするのであれば、自分が気に入らないからと捏造的な記事を書き、あるいはクラスメートで回し読みする小さな手紙の、そんな紙の新聞紙に軽減税率は消えたとするのと同時に、らしき人物とはいえ一応官房長官にうざがらみする活動家を野放しにしている
記者クラブそのものが消えた消えたやった通すべきなんじゃないかな、そんなことを考えてしまう週末でございます。ポンコツをダメというつもりはありません。気づいた時が成長のチャンスなんです。というわけでみんなで頑張っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の番組を面白いなと思ったらいいねをクリックしていただけると嬉しいです。それでは番組最後の運試し、リアちゃんジャンプジャンプ、私がパーなのでチョキを出したあなた、サインはブー、おめでとうございます。私と同じパーを出したあなた、お手手のシワとシワを合わせて幸せ、そしてグーを出したあなた、頑張る。またの機会もお付き合いいただければ幸いです。ワンコのコーナーでお別れです。